はい。では今日はお香教室を開催していらっしゃいます、御手洗恵さんにインタビューをさせていただきます。御手洗さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。では御手洗さんのどのような夢やビジョンをお持ちでしょうか？私は、お香を使って、お香という手段を使って、人々、受けていただく方々を元気にしていきたいなと思ってます。で、お香というと結構ちょっと難しい部分もあるんですけれども、私がやってる教室はもう本当に楽しくて、難しいところは全然他にはなく、もう自分の好きな香りを自分の、好きなように調合してもらうっていうような教室をしているので、自分がですね、こういうふうに自分を変えていきたいなっていうのも実現できるような香りを、素晴らしい香りを作っていかれる方もすごく多くて、私も毎回お香の講座をしながら、私の方が楽しませてもらってます。ございます。ではですね、そんな素敵な夢を具現化するために、どんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？この1月からですね、私、ただ教会に今まで属してたんですけれども、1月から独立して、自分でやっていくようにしたんですね。それで今のところはですね、講座をしながら仲間づくりをまずはやっていこうと思ってます。で、お香をすべて原材料から選んで作るところまで全部していくのを香司っていうんですね。お香をの司る人っていう、お香の香司っていうんです。で、香司の育成を先々はしていければいいかなと思いますが、なかなかその香司になりませんかって言っても、皆さんピンと来られる方がいらっしゃらないので、まずは体験をして、お香がどんなものかっていうのを見てもらいながら、その中で気に入ったっていう方と仲間になっていきたいなと思ってます。で、お香ってですね、大体私もそうでしたが、作れるんですかっていう方がほとんどなんですよね。お香って、作れるのって、お線香とか買ったことはあるけど、作れるんですかって言われる方がほとんどなので、自分の好きな香りで作れるっていうのがもう一番楽しいところだと思うんです。そこでのめり込んでいったのが私なので、同じようにのめり込む方がいたらいいななんて思って進めてます。ありがとうございます。ではその夢に向かって素晴らしい目標計画を立てていらっしゃるんですが、目標計画に対して現在どのような活動指針を持って、どのような基本活動をなさっていらっしゃいますか？私のですね、お香講座は、もう本当に、見た目ちょっとね、おとなしく私見られるんですけど、実はそんなことなくって、かなり活発なんですね。で、来ていただいた方々が元気になって帰られる方がほとんどなんですよ。ですので、楽しく明るく元気よくっていう講座作りをすごく大切にしてまして、その思いを持って、一緒にやってくれる方っていうのも、これから仲間として進めていこうと思ってます。で、ゆくゆくはですね、お香を使って、メンタルの調整だとか、お香を使って、心の健康っていうんですかね。体の健康ももちろんそうなんですけど、心のちょっとした健康だとかですね、そういうのも測れるように、していけたらいいなと思うのと、あとはお香の、素晴らしさを、やっぱ皆さんに広めていきたいなと思ってます。お香を持つとすごく元気になるとか、うちの教室に来るともうみんなやっぱり最初はこわごわと来られる方が多いんです。なんか難しいことするんじゃないかなとか、なんかちょっとあれなのかなって、どうなんだろうどうなんだろうって感じて来られるんですが、ほとんどの方が皆さん帰りに楽しかったって言って、晴れやかな顔で笑顔で帰っていかれる方がすごく多いんですよね。その顔を見た時に私、ああやっててよかったなってすごく思います。で、それをずっと続けていきたいなと思ってます。いや、素晴らしいですよね。楽しく明るく元気よく、そしてそんな自分だけがそうなるんじゃなくって、仲間と共にっていう、
そしてまた教えていく道とか、はい、そういった生徒さんを作っていきたいっていう、まあ、そんな夢で動いてらっしゃるんですけども、で、そんなあの活動、指針だったり、はい、基本活動に対して、はい、あの、はい、今動いてらっしゃる夢やビジョンを持ったきっかけとは何でしょうか、はい、そしてそこにはですね、はい、どんな発見や出会いがあったんでしょうか。はい、ですね、最初にそのお香っていう世界、お香の先生に出会ったのがもう一番の最初のきっかけだと思うんですね。で、お香の先生と出会いが、私の知人がやってる、個人的にやってる、バスツアーの中での出会いなんです。糸島の、はい、縄掛け神事に行きませんかという、その糸島へ行くバスの中で、他の方、もうその時はですね、周り誰もいなくて、完全アウェーの状態だったんですね、私。知り合いが、もうほぼ中に、主催者の方ぐらいしか知り合いがいないっていう、アウェーの中にいて、そこで他の方から、あの方お香の先生よって教えてもらったんですね。その時にピンと来て、私体験したいんですって、初めて声かけたのがもう一番最初のきっかけです。で、福岡で今度講座をされる時に、参加させてもらいたいんですって言って、参加をさせてもらいました。で、実際自分がお香を作ってみて、これはみんな好きなはずだと、その瞬間に思って、私その当時佐賀に住んでたので、先生佐賀まで来てもらうことってできますって言って、一回佐賀に呼んだんですね。そしたらやっぱり佐賀の皆さん20人近く集まってくださって、もうみんなが体験して、うわーい。よかったよかったって言われた時に、これは広めていかないといけないと思いました。で、あとお香に対して自分が向き合ってる時間に全く自分の考え方っていうのがやっぱ変わってきたんですよね。今まではどちらかというと自分中心だったと思うんですけれども、なんか人のために人のためにっていうのがやっぱちょっと増えてきました。で、あの人を癒してあげたい、あの人を元気にしたいって、もうそっちの方に行き出したんですよね。それが、ああ、もう私はこれ広げるためにあれなんだなって、いなきゃいけないんだなって思って、お香のその先生になるため の資格を取ろうと思ってたんですが、その時ちょうど私が子供をちょっと結婚して妊娠した時だったので、先生には待っていただいて、子供が1歳になった時に資格を全部取ったような感じになりました。はい、そして、うん、まあ、今現在に至るんですが、もう今までは先生と一緒にですね、同じ方向を向いてやってたんですが、だん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 ですね、やっぱり同じ方向を向きながらも自分の夢もっと広げていきたい、自分流に広げていきたいっていう夢が広くなってしまって、それで先生に教会の方を卒業させていただくんですけど、同じ思いで皆さんにお香を広げていきたいっていうのは、私は全く同じ思いですので、私なりの方法でさせてもらえませんかって言って、今回実は独立っていう形を取らせてもらったんです。はい、でもやっぱりそのお香を最初に先生と出会ってなければ、まず私が今の私はいないなと思いますし、これからのたくさんの出会いとかもいっぱいあると思うんですよね。同じようにやっぱりお香で助けられる方々っていうのもいると思うので、はい、その方々にも誠実にしっかり正直に全てを教えていこうと思ってます。ありがとうございます。ではですね、そんなですね、発見や出会い、はい、まあ、お子との出会いだったり、はい、先生との出会いだったり、まあ、はい、その生徒さんの感動だったりっていう、はい、まあ本当にいろんな出会いが重なってのことなんだなっていうお話を伺って思ったんですが、その発見や夢を、はい、まあ、目指すための発見や出会いのきっかけがあった、その背景にはですね、何があったんでしょうか。はい、はい、背景にはやっぱり自分がどちらかというとですね、周りの目とか周りをすごく気にするタイプなんです、こう見えて。ですけど、やっぱり芯をですね、しっかり持つことができたのはこのお香だと思います。お香に携わって自分の一本の筋が入ったような感じになったんですね。自分の中に一本の柱が立ったような感じになったんです。で、もうこれは
やっぱブレブレの自分ではいけないと思いますし、今のこのご時世の中でですね、自分だけはいいっていう考えは多分ないんですよね。うん、みんなで協力して、風の時代になって、なんかいろいろありますけれども、それの中でも、社会の中では、今はみんなで助け合って、みんなで、一人のために動く時なんだろうなって思いますので、お香に私が出会って一本の筋道を立ててなければ、多分今の自分はないですね。本当に。もう、すべての方々が、笑顔で、うん、安心して過ごせる世の中になればいいなって思ってます。なかなかちょっと難しいところなんですけどね、それを少しでも一人でも多く感じていただける教室を作っていきたいなと思ってます。いやー素晴らしいですね。そんなね、夢とか目標計画の裏にはあった出会いのきっかけには、こんな深い背景があって、本当にめぐみさんのですね、ご自身の夢やビジョンのように思っていらっしゃいますけど、その背景にはやっぱりお出会いされる方とか、本当に人たちのより良い幸せ、もっと良くなるようにっていうところをちゃんと考えてらっしゃるんだなっていうのを感じました。はい、今日は素敵なお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。